よし、63F。罠は近くにあるけど。じゃあここで待ち受ける。ちょっと罠踏まされるのやだね。これは。地雷か。あいつ強敵だな。なんとかうまいこと倒せればいいんだけど。てか、死んだ？そっか、あともう少しだったんだな。ちょっと待った。入れ替え倒すか。とりあえずこいつしまって。ダメージがどんなもんかな。62か。ちょっと乱数でやられかねないか。っていう感じだな。いや、一発食らわせば大丈夫か。44か。ちょっと待って、入れ替えって大丈夫かな？ちょっと待った。ちょっと念には念をってことで。ちょっと HP 調べよう。本当はこんなことは時間かかりたくないんだけど。こいつ名前なんつったっけ？ 150 だな、HP。入れ替え効果、意味ありますね。入れ替え、振っちゃうぞ。よし。あんまり意味なかったな。投資欲見栄を出す。ちょっと待った。上から。HP 回復するぞ。回復のツボを使います。どんどん使っていきます。っていうのも、捨てることになると思うから。思うからっていうか、捨てていきますから。ここでやるか。ゲイズがいる階層の前に置いていきます。もう少しですね。近いです。66かな？ちょっとそういうこと見ておくか。いや、一応見ておこう。ちょっと待ってください。ゲイズが出るのは、65からか。近いな。よし。よし、じゃあ。罠多いなぁ。出しておくか。あ、待て、なんか来るな、上から。なんだろう。あ、なるほど。あいつがまた復活を落としてくれればなぁ。ラッキーなんだけども。さすがに二つに落とさねえかなぁ。あ、偽物とか。こいつは落とさねえわ。よし。じゃあここでやろう。あ、ちょっとまた後ろからか。偽物。とりあえずこいつやってしまいたい。壺を割られるのは勘弁だぞ。で、どうするんだ、これ。ちょっと杖振るか。ちょっと2対1ある。ちょっと良くない。身代わり振って、こいつをかわす。見回し剣だった？ちょっと待て。出したものをしまうぞ。くそ、36ポイントか。もう一発待機で。厳しい。入れ替え入れ替え。 HP こいついくつだ。150か。くそ、こいつも150だったな。55ポイントか。どうするか。まあ、乱数で倒れるってことないと思うんだけど。一発加えておくか。でも当たるって保証はないよな。しょうがないなぁ。いや、空振りしとくか。まあ一応ね。倒しちゃおう。壺を使っていきます。
回復のツボをどんどん使っていきます。よし、敵来るな、倒してしまうか。こっちか。そろそろ敵の HP が多くなっていくと大変ですね。これは今会心が出てくれたからいいけど、よし、で、なんか来るか。何が来る。またあいつか。来い来い来い。よし、攻撃力不足が目立ってきたな。アイテムあるんだよな。カッパか、寝ててくれって助かったよ。あ、毒やった。来るな。あー、あいつか。じゃあしまって力下げちゃおうか。まだ踏まされる。よかった。よし、敵が多い。怒りか。ちょっと待て、とりあえずしまうぞ。怒りでよかった。ん？幸せ？なんだ、幸せの杖当ててくれてもよかったのにな。じゃあこれ、あ、間違った。お腹読んじゃったよ。ちょっと操作ミス、ちょっとこの操作ミスやだな。幸せどこに入った。幸せ置いていくぞ。幸せは持ってる意味がない。あー、泣けなしの。泣けなしの読んじゃったよ。なんでそういうことするかな。あ、これか。さあ、アイテム確認するぞ。なんだろう。なるほど。じゃあこうせめて封印しまっておこうか。せっかく呪いといたんだから。とにかく絶対呪われるわけにいかなくなっちゃったね。投資欲みを出す。ほんと気をつけていかないと。俺の場合何もやりかねないからね。ほんとやりかねないからな。で、なんだろう。こっちか。おにぎりだったか。はいはい、取っちゃうぞ。で、こいつ倒す。よし、レベルアップした。こういう地道な経験値稼ぎがものを言うと思います。おそらく HP256 年、まあ、少しでも高い方がいいですもんね。どこだっけ。ここか。違うな。よし、ツアー見ろ。あ、偽物か。ミラージュデビルが出ないな。助かるわー。
欲見があるとは言えねえ。強敵だからな。よし。次64Fか。この敵なんだろう。こいつか。あ、一個下がるんだったら。で、あいつなんだ。あ、ちょっと待った、腕は危なかったろ。よし、じゃあ次行くぞ。投資欲見えを止めて出す。よし、行きます。